よアロイ、テーベでいろいろあったらしいな。行進者に溶岩最高だったよ。あっちに行くときは気をつけねえとな。ヘファイストス捕獲に必要なものは手に入った。こっちの準備もできてるぜ。コターロとはどうなんだ、まだ怖いか。おい、何の冗談だ。あいつとはストライクで勝負した。まあ喋ったのはほとんど俺だったけど、殺されはしなかったぜ。それはよかった。アルバとは話したのか。ビールの味を覚えたガキみたいにアーカイブに浸ってない時はな、新しいフォーカスにはすぐに慣れたようだ。正直羨ましいぜ。お前が仲間にしたのもわかるよ。疲れてるな。はっきり言いやがるな。お前の目的のためにしっかり準備をしておきたかったんだよ。いつもみたいにヘマしたくねえし。大丈夫だよ、ヘレンド。興味深いデータはあったか。そう、ガイアに何か探すように頼んどいたら、なんだかとんでもねえもん見せられちまってよ。その名もスポーツ。イニシエの連中は組み合ったり殴り合ったりして得点を稼ぐゲームに夢中だったって話だぜ。うまい酒とつまみを用意しとけや、クレイムでも人気が出るだろうな。プロメテウスの民について何か分かったか。調べさせちゃいるが、まだ何とも言えねえな。ヴァンガードにもチェーンスクレープと照度の光を監視させてる。物資を調達しに来るかもしれんしな。そう簡単には尻尾は出さないだろうが。ああ、連中はフォーカスを持ってる。警戒の目をかわすのは簡単じゃないだろう。待った。もう随分前のことだが、お前は自分のフォーカスを使って王林のフォーカスを見つけ出し、俺に会いに来ただよな。ということは、俺がこいつを持って恐れの谷に戻れば、他のフォーカスをスキャンできる。他にフォーカスを持ってるオセラムがいりゃ、そいつらはプロメテウスの民ってこった。確かにそうだな。たまにはいいこと思いつくだろう。何か分かったら教えてくれ。任せな。サイレンスがプロメテウスの民に関与していたみたいなんだ。あいつがオーバーライドの技術を与えた。別に驚きはしないな。あいつの計画の一環だったってわけか。私たちが叩き潰すけどな。ちげえねえ。そろそろ行くよ。今度機械路に行くときはすぐ俺に連絡するよ。お前のその顔を見る限りうまくいったってとこか。オメガ資格を手に入れた。みんなジェミニに向かう準備はできてるか。いつでも出発できるぞ。アルバはうまくやってるようだ。クエンの新入りか。ここのアーカイブを目にした途端、ロングレッグみたいに飛びついてたよ。アルバらしいな。厳しい戦いになる。怠けずに学習してただろうな。ゾウに怒られたくないし、ちゃんとやってるさ。オメガ資格が見つかってよかったな。それだけならよかったけど、ファロの情報が得られるとは思っていたが、あんな最後を迎えたなんてな。そんなひどかったか。ああ、あいつは世界を破壊してそれを直そうとした人たちを殺したんだ。言ってみりゃ自業自得さ。確かにな。ガイアが復活したら、これまでの学習の成果を見せてもらうぞ。種はまかれたからな。あとは花を咲かせるだけだ。何？いいセリフだって。ゾウも。ゾウと出会えてよかったな。お前が引き合わせたんだ。オメガ資格は手に入れた。ヘファイストスさえ捕獲すればゼニスと優位に戦える。サンダー城の群れを前にした時の奴らの顔が見ものだな。いつもの逆ってやつだな。ガイアにこれを渡してくる。わかった。それじゃあまた後でな。
お帰りなさい。ただいま。クエンの彼女とは会ったか？すごい勢いで施設中を歩き回っていたわよ。バールがフォーカスを渡した。ここにある全てのデータにアクセスしてもいいと伝えたとき、彼女真っ青になって倒れるかと思った。とりあえずアーカイブに案内してあげたらそれっきり。一歩も出てきていない。アルバらしいな。ああ、それとこれを受け取って。助けてくれたお礼よ。みんなあなたのおかげ。ありがとう。これでも全然足りないくらいよ。歩む大地が花咲きますように。お前にとってもな。バールとは順調か？あ、学習のことだ。順調よ。たまには学習から離れて二人でゆっくり過ごせたらなとは思うけど、エレンドが野放しになるし。コタアロがいるさ。うるさいオセラムをテナークスに預けたらどうなることか。みんなはどうしてる？ベータの心をなんとかほぐしたくて食事に誘ったりしてる。寝床もあの地下の暗闇からここへ移動したいのだけど、動こうともしてくれない。そうか、ありがとう。収穫には忍耐がいる。私は諦めていない。みんなはどうしてる？前より静か。エレンドは新しいお気に入りのものにすっかり夢中よ。古のものが機械と取っ組み合って戦うという見せ物があって、その名もメタル VS ミート。鉄と肉体が正面からぶつかり合うのが彼にはたまらないんだって。この外に出ればいくらでも見られるのに。興味深い情報はあったか？古のものもウタルのように葉っぱを煎じて飲むことがあったみたい。お茶という飲み物、心が落ち着くんだって。それから香り付きのろうそくを使ってみたり、泡風呂とかいうものも同じ効果がどうやらあったみたい。私だったら歌を歌って心を落ち着ける。新しく回収したデメテルのデータを調べていたのか？ええ、いろいろ考える。私が常に持ち歩いてるこの種がもともとは古の世界のものだったなんて。だとすれば生命の循環は途絶えていないという見方もできる。ウタルの声は大地の神のことをなんて？じきに大地が復活すると言ったら皆絶句してた。フェーンは目を丸くして驚いてたし、でもいい知らせであることは認めざるを得ない。破滅の受け入れを解いていた自分たちを否定することになるとしてもね。正直その様子を見てせいせいしたけど。よかった、報われたな。彼らはゾウに感謝するべきだな。そろそろ行かないと。ええ、オメガ資格もあるしね。ヘファイストスの捕獲に向けて準備を進めておく。アロイ、早速やってるな。ここ本当にすごい。私も始祖たちが人工物を従わせてたことは知ってたけど、ガイアは素晴らしいの一言だよ。その上あなたは本当の意味で始祖の生まれ変わりなんだもん。ほら、つまりシオとは違って遺伝的にって意味でね。それに星の遥か彼方から帰還した人たち、彼らも私たちの始祖なんでしょう。まあとはいえ私たちのことを殺そうとしてるし、エリック・ビサーが彼らと一緒にいるのは気になるし、おまけにあのヘファイストス、あれは。まあいいか、落ち着け。一つずつ取り掛かろう。確かに。それにあなたにちゃんと説明しないと。ほら、滅びの地で起きた事件のこと。ここの人間とはまだ知り合って間もないだろうけど、みんないいやつだ。そうだね。しかもその中にはもう一人の、ほら、あなたもいる。もちろん同じ人間ってわけじゃないけど、その
二人ともエリザベトの遺伝子を持ってるわけでしょ。でも全然似てない。ああ、だな。みんなは受け入れてくれてるか？ええ、もちろん。みんなすごく歓迎してくれてるよ。しかも、みんなフォーカスで得た知識をお互い自由に共有し合ってて、ほんと最高。故郷では監察官が許可したデータしか共有できなかったから。それはちょっと窮屈だな。本当に窮屈だった。何か変わりは？コターロの新しい腕の図面見たんだ。機械の手足については前にも読んだことあったけど、実物を見ることができるなんて。あの技術があれば故郷の人も喜ぶはず。特に怪我した作業員や兵士たちが大喜び。でもあの拘束のことだから独占しようとするんだろうな、きっとね。衰えてきたら取り替えるってわけか、ゼニスのように。そういうこと。新しいフォーカス使ってるのか。ほんとこれすっごいよね。クエンの持ってるやつよりずっと優れてる。一緒に回収したデータベースの整理には普通なら何年もかかるはずなのに、これだと検索システムを使って作業のプロセスをぐっと早めることができちゃうんだもん。予言者の遺産解析だって絶対劇的に早くなるはず。もちろん閲覧できるのは監察官が許可するデータだけだけどね。データが好きならここは最高だろ。予言者がこんな風に不自由なくアーカイブにアクセスするなんて許されてなかったからね。しかもきっとここには本来なら門外不出にされる情報もたくさん集まってるんだろうな。でも私はあなたを助けに来たわけだし、目の前にある真実から逃げてないでちゃんと向き合わないとね。クエン国を真の道に戻すのに役立つかもしれないし。エリック・ビサーの名が出たが、どこで知ったんだ？あなたを殺そうとした人でしょ。クエンでは守りし者として知られてるの。私たちは彼に関するデータを調べることで自分たちの武器や戦術を進化させたんだけど、国の王さはその知識を生かして領土を広げて今日の帝国が誕生したんだ。だから彼は始祖の中でも特に崇拝されてるの。でもあなたの話を聞く限り、彼は私たちが想像してたよりずっと残虐な人みたい。またしても遺産を歪んだ形で解釈してたってわけ。でも今は真実を知ろうとしてる。故郷にいる監察官もそうならいいんだけどね。ベータから他の名も聞いた。ティルダ、バベーナ、それにジェラルド。その人たちについては何も知らないかも。その人たちが残した遺産は回収されていないと思う。グリーンハウスで禁じられた知識について話していたな。預言者の使命は遺産の真実を知ること、そして皇族の支援者の希望は帝国にとって役立つ知識を発見して皇帝の愛子を得ることなんだ。でも監察評議会は真実も場合によっては帝国の安寧を揺るがしかねないと考えてる。崇拝する始祖の一人が世界を滅ぼした張本人なんてまさにそれ。そのせいで預言者は遺産のほんの一部しか見させてもらえないんだよね。監察官は全部見られるのに。不都合なデータの存在がバレて民の間に広まることを防いでるってわけ。ルールを破った預言者はどうなる？そんなの怖くて聞いたことない。テーベで起きたことについて説明したいと言ってたな。話してくれ。うん、まずはシーオについて話すね。彼は皇族で今の皇帝の甥なんだよね。そして預言者の遺産探索を支援して帝国に役立つ知識を得ようとした。自分のためでもあるけど、特に始祖の中でも最高の存在と言われたテッド・ファロに関する情報に興味を持ってたんだ。あのテッド・ファロが崇拝されるなんてな、考えたくもない。今なら私もそう思う。とにかく預言者たちはファロがサンフランシスコに長くいたってことを突き止めたの。実際重要な始祖の多くはあそこにいた。
だから皇帝の甥は現地に赴くことで帝国の問題を解決できるかもしれないって皇帝を説得したの。この伝説の町で何らかのデータを見つけられれば、人々を脅かす洪水や嵐を止められるかもしれないってね。そうして皇帝は全ての資源をこの遠征に回すように宣言し、多くの船が作られたの。先遣隊がまず出発し、皇帝の甥はシーオの名を得た。それは遺産で帝国を救う者の名であり、改めし者であるテッドファロの化身でもある。奇妙に聞こえるかもしれないけど、あの時私たちは彼を信じてた。本当に希望をもたらしてくれるって。まさかあんな危険な遠征になるなんて思ってなくてね。遠征が予想していた以上に危険なものになったと言ったが、何があった？船のほとんどが嵐で破壊されて、そして飢餓や病気でかなりの兵士たちが死んだの。岸に着いてからはもっとひどかった。機械たちに巡回の兵士は殺されるし、食料の調達にも苦労してね。でも明るい話題もあったよ。テーベやグリーンハウスを見つけられた。でも帝国を救う夢が遠のくにつれて、シーオの機嫌が悪くなってったんだ。テーベの扉の奥にあるものにどん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 執着するようになっていって、しかもシーオの名を単なる継承以上のものだと思い込むようになったの。聞いたでしょ、彼がテッドファロの魂だとか化身だとかなんとか言っているの。彼がおかしいって分かってたけど、それを口にした人はみんな彼の部隊によって消されてしまったの。最低だな。クエンは遺産の多くを誤って解釈していたんだって今の私にはよくわかる。でもシーオの変貌ぶりは真実の追求っていう預言者の原則から見てもあまりに逸脱してたの。あなたまで巻き込んじゃって本当にごめんなさい。終わってほっとしてる。本当に。お前の監察官ボーハイだが、あいつはシーオよりはマシなのか？少なくとも気まぐれで人を殺したりはしないよ。でも聖人からはほど遠い人かな。私が解析に成功した遺産のデータを何度も自分の手柄にしてたし、防廃については間違いなくこれだけは言える。常に自分の利益が最優先。ああ、わかる気がする。始祖というのはいわゆる古のもののことか？そうなんだけど、古のものの中でも特に偉大な人たちかな。遺産を介して私たちに農業や医学に戦術、リーダーシップ、それに文化をもたらした人たち。シーオはエリザベトを助手と呼んでいた。なぜなんだ？ああ、それね。貢献が比較的小さかったり、始祖に仕える形で働いてた人のことを私たちは助手って呼んでるんだよね。ソベックもそうだと思ってた。あなたに会うまで。ほら、2040年代以降のデータにアクセスできなかったから、結果的に私たちの認識が歪んじゃったの。家族を助けるためにここに来たと言っていたな。ほら、妹エリーカっていうの。両親はいわゆる普通の農民。預言者の試験に受かった時は本当に喜んでた。家の格が上がって配給も増えるしね。でもエリーカは私が学院に行くことを反対したの。なぜだ？何があった？一旦学院に入ったらもう誰とも会えなくなるってエリーカは知ってたの。たとえ家族でもね。許可を得て監察官が同行すれば会えなくはないけど。厳しいんだな。フォーカスと同じように預言者は数が少なくて、帝国はほら、よそ者に知識を盗まれることを恐れてたから。私が最後に家族と会えたのは遠征に出る直前だった。私が預言者になって家族は浸水区域から首都に移り住めた。でも今のまま作物が収穫できなければいずれみんな飢え死にしてしまう。そうならないように私も全力を尽くすよ。そろそろ行く。もし何かあったら。私はただあなたの使命の手助けをするだけ。ガイアから話は聞いてる。
ヘファイストスを捕まえれば全てうまくいくんでしょ。そう願う。なら私も全力を尽くすよ。任せて。お帰りなさい、アーロイ。テーベでの出来事は憂慮すべきですが、新たな問題が発生しました。ベータと装置に何かあったのか。ジェミニへのお前の輸送はどうなる。装置は完成しました。問題はヘファイストスです。機械のネットワークを介して増殖を加速させることで力を強化しているのです。でも副次機能が復元されればうまくいくはずだろ。そうです。ですがその影響でヘファイストスの吸収に算出したよりも長くかかりそうです。どのくらい。たとえオメガ資格があったとしても融合完了には35時間かかると推測されます。時間がかかればゼニスに見つかる危険が増す。2つのコア、2回のオーバーライド。じゃあオメガ資格を持つエリザベト・ソベックのクローン2人で同時に融合したらどうなる。半分の時間でできないか。同時に2人が作業すればヘファイストスはおそらくなすすべがないでしょう。共同で作業すれば効率もいいはずです。計算中。計算によると融合時間を約 4.5 時間まで縮められます。わかった。バール、ベータをジェミニに連れて行くことになった。彼女を説得できるか。ああ、どうだろうな。やってみる。陽動はどうなる。パルスジェネレーターは。最終テストを残すのみです。他の機械路付近でパルスジェネレーターを発動させれば我々のジェミニでの活動はゼニスに検知されずに済みます。よし。エレンドが自分の顔をめがけてパルスを打ちさえしなきゃ平気だ。アロイ、こっちに来てくれ。問題発生だ。わかった。アーロイ、まだバールがベータの部屋の外であなたを待っています。わかってる。その前に話したいことがあったんだ。そうですか。アルバの様子はどう。ここに到着してすぐアルバはアーカイブ内のデータの学習に取り掛かりました。そして一つのファイルに関心を持ったようです。それは生活空間の清掃や整理整頓をサポートする機械についてでした。そのような機械もヘファイストスの機能を取り戻すことさえできれば設計可能かもしれませんと伝えました。きっと気に入る。アイテルとデメテルとポセイドンを手にした今、生物圏の様子は。各地において改善が見られます。激しい暴風雨は収まり、水源は正常に浄化され、土壌にも回復が見られます。これにより環境が崩壊するまでの猶予を数ヶ月間延ばせました。そうか。さらにヘファイストスが戻れば生物圏を完全に修復することができる。そうです。環境に蓄積したダメージを完全に回復させる機械を設計し製造していくことが可能になります。腑に落ちないことがある。なぜファロはアルファを上回る資格を作れたんだ。エリザベトはファロが干渉できないようにしたはず。エリザベトに気づかれることなくエンジニアにゼロドーンシステムのバックドアを用意するよう命令していた可能性はあります。私の前身はアポロのデータベースが消されるまでオメガ資格の存在を知ることすらできなかったようです。ある種の盲点と言えるでしょう。それがヘファイストス捕獲の鍵となります。
ヘファイストス捕獲の計画をおさらいしておこう。わかりました。ベータのテストによってヘファイストスがあなたのアルファ資格に一切応答しないことが判明しました。だからファロのオメガ資格を手に入れたんだ。そうです。その間にベータは輸送装置とパルスジェネレーターを製作しました。ジェミニに到着したら施設のコアの一つに私をインストールしてください。別のコアはヘファイストスに使います。そしてオメガ資格によって捕獲するのです。そしてガイアが吸収できる。まだです。融合を行う前にヘファイストスの悪意あるコードを手動で除去をしなければ。どれぐらいかかる？あなたとベータが作業を分担して取り掛かればおよそ 4.5 時間で除去が完了する見込みです。その間みんなはパルスジェネレーターを使ってゼニスの注意を引くだな。はい、そうです。皆がそれぞれ機械炉の扉の前に行き装置を起動させるのです。電力サージによって融合に必要な時間を稼ぐことができるでしょう。それでゼニスを倒す準備が整う。いけそうだ。入れるようになった部屋にデータがあった。この施設の地下にまだ使える種子バンクがあるって。なぜここに？私の前身は一次植物と二次植物の種子を使った生物圏の再構成を任されました。もしも計画通りに進んでいれば新たな人類によって新種の作物を含む三次植物が誕生していたはずです。アクセスできるのか？残念ながら今は使用不可能です。この地下に保存されている種子を取り出し、それを各地で運用していくためには機械が必要になるのです。ヘファイストスがいるのか。ならまた後で調べよう。私がデメテルを回収した場所はかつてファロの農業研究施設だったらしい。バイオマス転換システムの開発後アダマントリースが作られた。エリザベトはそのことを知ってたのか？戦闘機械に対抗する他の試みについても耳にしていたでしょうが、彼女の関心はゼロドーンだけに向けられていました。なるほどな。でもあのリースはちゃんと機能していた。もしあれをファロの最下の時に展開できていれば。あなたが回収してきたデータを用いてシミュレーションを繰り返しましたが、いずれも失敗するという結論に至りました。何度繰り返しても必ずスワームを抑え込む前にファロの戦闘機械にハッキングされ、結果リースが無効化されてしまいます。じゃあ結局ゼロドーンしかなかったわけか。グリーンハウスに農業関連のデータがたくさんあった。クエンの故郷で活用できると思うか？検証をしてみます。完了。データには新しい栽培方法の情報が含まれるため、長期的に見れば恩恵をもたらすかもしれません。でも作物だけじゃ世界を救えない。私たちがやらないと。そうですね。ようやくテーベを見つけた。ファロの延命治療が成功していたら奴はどうしていたと思う？彼は未来の人々を導いていく義務があると思い込んでいたようです。新たな人類の部族的な性質とオメガ資格を扱えるファロの能力を総合的に考えると、いくつかの部族に自らを神と信じ込ませ崇めさせていたのではないでしょうか。本当考えたくもないな。ガイアプライムとテーベ以外にもファロの災禍が及ぶ前に封鎖された地下施設がもう一つあった。エリュシオン。ゼロドーンのスタッフと家族がそこで余生を過ごすはずだった。結局どうなったんだ？エリュシオンはその中で100年間暮らせるように設計されましたが、データによると100年経つ前にもうすでにオフラインとなっていたようです。ファロの災禍でか？わかりません。施設との接続が突然切れてしまいました。
またな、ガイア。それではまた、アーロイ。アーロイ、話したけど無理そうだよ。彼女を説得できそうにない。他に道はない。頑張れよ。ベータ、一緒に来てくれ。そうするしかないんだ。今回だけでいい。この任務にお前は欠かせない。なぜ嫌がるんだ。もしも彼らに捕まったら、また檻に一人ぼっち、一生奴隷のまま。ちゃんとした計画がある。お前も一緒に考えただろ。お前がいないとゼニスに見つかってしまう確率が上がるんだ。お前がいればそのリスクは減らせる。ヘファイストスを手に入れてここに戻ってくる。うまくいくさ。嘘、そんな保証ないでしょ。彼らは倒せないって初めから言ってたじゃない。無理なのよ。ベータ、もうほっといて。あんたには分からない。そうだな、分からないよ。でも同じ遺伝子と同じ心を持っている。だからなすべきことをなす勇気を見つけるんだ。エリザベトのように。私だって考えたことはある。あなたとエリザベトが持っている何かが私にはきっと欠けているの。あなたのフォーカスでデータを見たわ。異端児として育ち、私みたいにみんなから阻害された。でも何かが違う。私は欠陥品なの。欠陥品なんかじゃない。ベータ、いいか、エリザベトは関係ない。私には彼がいた。ロストだ。あなたを育て訓練していたけど愛情なんかなかった。彼が死ぬ日にあのお守りをもらったでしょ。あなたは捨てられたのよ。私を部族で生かすためだ。そして私のために命を落とした。彼なりに私を愛してた。それで十分。どんな感じなの。なんていうか、常に強さを与えてくれる。ずっとそばで、今でも困った時は彼の声が聞こえる。打つ手がなければ本質を見ろ。勝つつもりで戦えって。一緒に来なくても平気だ。方法を考える。行くよ。確かに私が行けば有利になる。成功させなきゃ。
一つだけ約束して。ああ、もちろん。もし失敗して、ゼニスに見つかっても、二度と奴隷にはなりたくない。その意味わかる？ああ、約束して。融合についてできるだけ準備を進めておく。効率よくできるようにね。私も行くから。必ず。準備ができたら私のところへ来てください。皆に任務の最終準備をしてもらいます。つまり星から来た不死の存在と戦う。そう、こんにちはアーロイ。こんにちはアーロイ。さっきのベータとのやりとりは聞いてたろ？はい。人間関係が織りなす複雑さにはいつも驚かされています。結果として口論に発展してしまったことは残念ですが、二人で共に妥協点を見出すことができたのは嬉しく思います。一人でできることは知れてるからな。はい、そうですね。そろそろ機械路ジェミニに向かいますか？このまま話を続けることもできますが。よし、みんな出発するぞ。みんなを呼んでくる。